絵画ことトリプロ週の金子でございます、えー、今日はこのもう皆さんよくよくご存知のですねこれはーサザビーズに、えー、出品されたバンクシーの作品ですけども競オをやってるオークションをやってる最中にですねここからこうビリ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 とシュレッダーで出てきてしまって、えー、まあ愛はゴミ箱の中になんていうまあ あちょっとおふざけになったタイトルもついてましたけども、えー、ロンドンのサザリーズで行われた時のこの写真に載っておりますけども、まあ、弊社も、えー、バンクシーのお作品、実は、まあ、在庫で持っているのが、まあ、こちらですけれども、まあ、このお作品はですね、えーまあ、こういう証明書がついておりますけども、バンクシーのホテルで売っている、えーまあ、数の多い、えー 作品ですですからそんなに高いものではないんですけども、中にはですね、もう1点、1000万円近辺するものも売買されているようでして、今のまあ百貨店も含めてですけども、バンクシー、時の人ということで、非常によく売れているという話、聞こえてきます。まあ、私どももですね、あの販売も力を入れてやっておりますし、買い取りも力を入れてやっております。是非バンクシーののの、まあ、あまり数の多いものはですね こういったものはもう10万円に満たない場合もあるんですけども、本当のまあ数の少ないリトグラフですとか、あるいはバンクシーの彫刻、立体なんかもあればですね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。絵画骨董買取プロ、シュ堂ではバンクシーの作品を探しております。今が売り時、買い時なのかもしれませんけれども、ぜひこちらまでお問い合わせいただきますようにご案内いたします。よろしくお願いいたします。